意味がわかると怖い話の意味をわかろう。めっちゃ好き。意味がわかるまで怖くないですから。うん、うん、なんか結構映像とかでもあるよな。あー確かに、うん、でもまあ結構文章の方がミスリードとかもあって、うんうん、あの意味がわかると怖いのでクイズ形式でちょっと今から阿賀さんに出してもらいました。めっちゃ楽しいだけやん。はい、意味わかっていこう。はい、うん、いきます。少女が公園で遊んでいました、うん、はい、そのお母さんはそれをしばらく見て先に家に帰ってきました。夕飯時になりその子が家に帰ってきました、うん、しかし左目を痛そうにこすっています、うん、母がどうしたのと聞くと娘は公園の砂場で目が砂に入っちゃって取れないの助けてと言いました。ここまでで、まあ、違和感というかこの中で、はい、実は、はい、目が砂に入っちゃって正解です。目ん玉取れてってこと？そういうことよね。あそれでもさ俺結構そういうボケ方よくするから、うん、そうだ。そうそうそう。やし、読み間違いかなとかも思ったし。うん。あ、こんなんもあんねや。なるほど、ね。問題としてはこういうような。ああ、まだか、まあ、説明問題ですね。じゃちょっと、はい。はい。最終間近の路線バス、うん、少し酔っていたせいか、うつらうつらとしていると、降車ボタンが押された音に、はっと目を覚まします。はい。次は私の降りる停留所。あ、いかんいかん。乗り過ごしていたら大変なところだった。私が一人降りると乗客のいなくなったバスはそのまま発車します。客がいないのにご苦労残ったな。まあ降車ボタン、はい、誰が降車ボタン押したんかっていうこと。正解です。ああでもこれ簡単やわ。そうやな、うん、ちょっともうだいぶ難しいのに。だいぶ難しいのに行きましょう。紐解いていこう。変な回答も出ん。確かに。いきます。はい。友人とキャンプに行ったんだ。遊び疲れてブラブラ一人で歩いてると結構長い吊り橋が下は川で落ちたらひとたまりもないような高さ。スリル感を味わいながら渡っているといきなり踏み板が外れ転落。幸い転落防止用のネットに引っかかり事なきを得た、うん、悲鳴に気づいた友人が急いで助けに来てくれた、うん、俺死ぬかと思った。友人大丈夫だったか。本当ロープくらい修理してほしいよな。おう。だから友人はロープが原因で落ちたと思ってるけど、うん、実際は踏み板。友人はロープを切って殺そうとしてた。正解です。しゅんちゃんまだまだ物足りない。これ疑ってかかりすぎたら簡単なのかな。、うん、もしかしてこれもしかしてこっち つまんない可能性出てきたと思うな。破綻してんの？俺結構さあの視聴者側の人やったとして、うん、こういうのこう気づかん視聴者やと思うんだけど、うん、気づいちゃうの。え、俺らが全く気づいてないパターン取るか、うん、同じ問題で。そう、次ちょっと気づ、でもほんま難しかったらそのまま考えて、うん、もし分かっちゃったら、うん、あの気づいてない感じ。そうやな、うん、自然にな。自然ナチュラルもちろん。はい、はい、俺の誕生日にホームパーティーを開いたわけ、うん、その時家の中でみんなの写真を撮ってみた。変なものが写っちゃった。背後の押し入れから見知らぬ真っ白い顔して真っ赤な目の女が顔を出してこっちを睨みつけている。これやべえじゃんってことで、霊能者に写真を鑑定してもらった、はい、そしたらこの写真からは霊気を感じない。心霊写真でも何でもないよ、はい、だってさ、なあびっくりさせやがって。だから顔が真っ白で、うん、目が真っ赤っていうのがまずそのケーキと同じ色合い、うんうん、でキモい。違います。おていうか普通に口調がうざい。口調は結構うざかったよな。まあ何問か前から、うん、キャンプに行ったんだみたいな。口調が結構うざい、うん、メロスは激怒したみたいな。だからまあ押し入れで、うん、ほんまもともとはだってその
ドラえもんの場所なわけやん。もともとはもう絶対そうやな。そこでこう睨んでるっていうのはだからドラえもんなのね。まずな。うん。うん、でドラえもんってよくみんなが知ってるのは猫型ロボットのドラえもんだけど、うん、てか人型なんです。ね。だからそのお尻に入ってる人が、うん、あの霊ではなくて実際のに実在する人間だから怖い。まあ、もうほぼ正解です。しゅんちゃんまだまだ物足りない。だいぶすぐ分かっちゃうと思うんで。はい。なんかよりこっちの方が怖いんじゃないか。ああ。それいいね。そうしましょうか。それやろう。いきます。はい。彼女と連絡が取れない。携帯に電話をかけても出ない。アルバイト先は無断欠勤が続いているようだ。家に行っても鍵がかかっていて留守のようだ。何か事件に巻き込まれたのかもしれない。とても心配だ。繋がらない携帯に何度となく電話をしてアルバイト先に様子を見に行き彼女の家を訪ねる、うん、毎日毎日この繰り返し。明日あたり彼女の家のドアをこじ開けて家の中を見てみよう。何か手がかりが見つかるかもしれないか。だからまあ ストーカーってことやろ。ストーカーでそれをどうしたらもっと怖くなる か、うん、だからストーカーって思って答えてまずそれは違うってなってほしいよな、うん。あうん、え、まずここ怖いよ。違うっていうのが。そうね。うん、っていうか普通に、彼女っていうのがまあ多分ミスリーだよ。うん、その彼氏目線みたいな。彼女だから普通に被害者って言って、もうなんか堂々と、うん、ストーカーが堂々と言ってる方が。どこの部分かな。なんかストーカーって思わせて、もう一段階こういうの行きたいね。うん。アルバイト先とかってなんかできそうやな。だから、この女の子が警察に連絡したみたいな話までもう一個ちょっと飛んで、うん、その電話を受けたのは自分やったみたいなにして、うん、こいつ警察官やったっていう。警察官でもあるし、ストーカーもしてるし、ストーカーが警察みたいな。いいよ。怖いやろ。それええな。うん。自分が電話を受けたとかじゃなくて、職場の人間から電話が来たみたい。うん、で、家まで来て僕を連れて行った。僕に手錠をかけて連れて行ったみたいなのにしたら、警察やったんやとはなるな。その、うん、同僚が来たとかまではさ、ネタ考えてみたいなって死んだな。でも連れて行かれて、うん、でもドラえもんが助けてくれたんだ。いや、何ファンタジードラえもん。てか、何のアニメ。あ、高崎や。はいはい。もしもし。もしもし。はいはいはい。警察にするにはどうしたらいい？この、その。え？何？うまいこと警察に。うまいこと警察って、こう、ミスリードするにはどうしたらいい？ミスリードはまあストーカーか。警察にミスリード？じゃあ、まずストーカーやと思わせたいねんな。ストーカーやと思わせて。思わせて。で、あ、警察やったんやって。で、したいねんな。したい。高崎的にはどうしたい？ミスリード。ミスリード？うん。てか、そもそも分かった？初めに。ストーカーっていうのは分かった？それは分かったよな。ストーカーがミスリード？で、それは多分簡単に分かったから。簡単、それ正直に言って分かった？それ正直になろう。ストーカー。ミスリード。ストーカーの分かった。ストーカー分かんない。ストーカー分かんないな。あ、分からんかったんや。そっ。ストーカーミスリード。じゃあその俺がネタバラシしちゃったってことか。せっかく自分で考えた方が面白いのにな。せんな。うわーってなりたかったんじゃん。うん。ここカットね。こいつオンにやったもん。その何かにすぐ気づいた。確かに。慣れてた、なんかこういうのに、うん、冷めるな。こいつオンやった、すごい偉い。ミスリード、え、何言ってんの、何言ってんのとかじゃなかったもん。どういうこと、ちゃんと喋ってとか言うもん。普通は言うけど、
だからまあ警察官でしたみたいなのにみんなでしてください。あの文章じゃ皆さんコメント欄でそのキモいコメント欄になるぞお前、はい、この話をどうにか皆さんで意味が分かる怖い話にしてください。お願いします。本日のプレゼンターはこちらスプリット缶スマホスタンド。まあスマホに耐えれるかは分かんないけど、玄関とかに飾ったら今日もスプリット缶だな、そんな毎日送れると思うよ。